それでは始まりました基礎英文法講座ですね今回は to フテージの第2回目になりますさあそれでは早速問題にいってみましょうはいこれですね空所に入るのは何でしょう it is very kind なんとか help me って書いてあって for you, for you too, of you, o p you too っていう風になってますね さあ、どうですかで、まあ、そうでしょうね。help ってきて、動詞がいるから、ああ、やったよ。不定詞ってやつで、to ついてるやつじゃなきゃいけねんだろうな、っていうふうに想像できますよね。そう、だから、ここに to 入ってるやつっていうので、こいつら消えるっていうふうにすぐできたと思います。その後は、はい、for と of の違いですね。知らない人結構間違えるんですよ、これ。だから、よく入信、出題される、やっぱ知らない人がすごく多い。これを、あ、it for to だ、知ってる知ってるってなって、 で、ここも、こ選んで、さよならっていう風になるんですね。答えは、of になるんですよ、これね。it is very kind of you to help me なんですね。まあ、後で理屈は説明しますよ。理屈は説明するんだけど、kind の時は、まず、of なんですよ。it of to とかって習うやつなんですが、kind の時は、of を使うんだだけ覚えちゃダメです。必ず具体例をちゃんと覚えてください。 喋るときは it is じゃなくて it's になりますから It's very kind of you to help me になりますはいあなたが私を助けてくれる手伝ってくれる助けてくれるなんてなんて親切なのみたいな意味になりますその時にまあ、ほとんどこれ Thank you for helping me って意味ですこれもうありがとうって意味ですじゃああなたがそんな風に言ってくれるなんて嬉しいわみたいな感じですねそんな風に言ってくれて親切ねなんて言えばいいと思います It's kind of you to say that say very you of そんな風に言ってくれる。まあ、なんて優しいのみたいな感じでよく使いますね。実際で、ね、自分自身も聞いたことあるわけなんですよね。アメリカに行った時に友達の誕生日に行ったことがあってね。その時に、わあ、来てくれてありがとうって言ったフレーズがですよ、何て言えばいいですか It's very kind of you to come here. です、ね、ここ来てくれてありがとうとか、It's very kind of you to come. です、ねまあ、その時は多分 here は言ってなかったと思いますけど、に来てくれてありがとうみたいな意味です。他にもですね、この kind っていうのを sweet で言うことも口語ではよくあります。It's very sweet of you ですね。これ同じような意味です。甘いじゃないですよ。親切にありがとうっていうふうにやる感じになるわけですね。で、こいつも it for two って習ったと思うんですが、同じような感じになります。これが ットットットオブオブオブ取っててで私のことを助けてくれたのはあなたですね。これ意味上の主語。意味上の主語ってやつになってますね。あなたが言ってくれた。ね、あなたが来てくれたっていう風に。 すべて意味上の主語になってます。そうです。だから基本的には前回やったように意味上の主語っていうのは4を取るんですけども、ここにオフを取るキャラクターたちがいるっていうのを今回は覚えていくというか知っていかなければなりません。 ただ、それも、例文覚えちゃった方が早いから、it's very kind of you to come here とかですね。あ、実際、このね、t o 不定詞がもう省略されちゃって使うこともすごく多いんですよ。もう言わなくていいときって。it's very kind of you だけでわ、ありがとう、親切にありがとう、thank you みたいな意味で使ったりもするんですよ。もう何をやってくれたかが、その文脈でわかるときっていうのは、もうそういうふうに、it's very kind of you だけ言うってことがすごく多いんですね。じゃあ、違いが問われるんだから、違いを知っておかなきゃいけないんですね。it's very important for you to come here っていうのは、it for to ってやつでした。 4と2には、そう、手術の関係が成り立つ意味上の主語をやりました。で、it が4と o を指しているっていう感じですね。こういった形になっているっていうのをやりました。これですね、It's very kind of you to come here っていうのも同じようになってると。じゃあ一体何が違うんだってなるわけなんですよ。で、よく言われるのはですね、ここに来る 形容詞が人の性質を表すものの場合だよとかってよくあるんですね。書けない。ここに人の性質を表す形容詞が来る場合はオブトゥーになるんだよって言うんですけどなですか人の性質って。わけわかんないでしょそうだからこうやって覚えても無理なんですよ。だから解けない。 そう人の性質を表す形容詞がここに来る場合はオブになるので、じゃあ人の性質を表す形容詞って何ですかって言われたら、えーってなっちゃう人いっぱいいるわけですね。実は、こういう意味です。こうやって言い換えられるやつです。You're very kind to come here とかっていうふうに言い換えられるときがオブになります。だこれ見てみてください。どうですかこれ、You're very kind to come here って言った場合 y o U が S、はあ、い、はそ B 動詞が動詞。Very kind ですね。Very 福祉で kind にかかってますね。 ですね、副詞は名詞以外を就職はいカインドはそうですねカインドは形容詞ですね形容詞の働きはそう復習していきますよ名詞を就職するか保護になる今回は就職する相手がいませんだから就職する相手がいないからです、ね、仕事を失いましたとかじゃないでしょはいだから保護ですね C になるってやつですで保護になっているそう SVC の関係が成り立つんですよそういう時にこの o ブになるんですね だからこう s very kind of you っていうのはそうです。ここに sc の関係が成り立ちます。そういうとき、ここに svc の関係です。こういうときに svc の関係。これが成り立つときに of に変わります。そういうときは of です。これが成り立たない場合は for です。 だから、ほら、見てみましょうね。You're important to come here. なんか言えそうなんですけど、ダメです。あなたは重要な人です。ここに来てくれて。はっはっは、みたいなですね。ダメですね。だって言い換えらんないじゃん。ほら、it's very important for you to come here。あなたがここに来てくれるのが重要なんです。あなたが重要人物かどうかはわかりません。しょぼしょぼだけど、このなんか他の人を引き立て役として重要だから、みたいなですね。だからお前来なきゃダメなんだよっていうこの可能性もありますね。なんで、 ね so、important to come here. もうちょっと意味わかんないですね。そもそもこれどういう意味なのかですね。あなたは重要だ。ここに来るっていう風にこうは言えないので、そうですだから SVC に変えられないんですよ。SVC に言い換えられるときはこっち、言い換えられないときはこっちに、for になるって言うですね。言い換えられるときはオブ、言い換えられないときは for になるってことなんですね。 で、他にも、ね、キャラクターたちいっぱいいますので、覚えていくんですが、その時も、例文で覚えましょう。わざわざ人の性質って覚えるのでなく、きちんとこう見ましょう。It's nice of you to come here.It's nice of you to come here.、Nice、to come here. はい、だからこれも、未定の主語とかって取れば、もちろん、あなたが来てくれるっていうふうになってて、さらに、あなたは、you are nice っていうふうに言い換えられるわけですよ、こうやって。You're nice to come here っていうふうに言い換えられるわけですね。 こういう時に、of に変わるんだっていうふうに覚えてください。はい。で他にも、it's stupid of you to come here. お前こんなとこ来ちゃダメだろ。鉢合わせになっちゃうよ。クローゼットに隠れろとかですね。何のことだかわかんなくていいですよで。そういうこともあるんですね。そういった時に、これだから、you are stupid とか成り立つわけですよ。ここにね。お前はバカである。you are stupid っていうですね。そういう時に使えるわけですね。他にも、 It's wise of you to come here. It's wise of you to come here. ここに来るなんて賢い,いやつだ。みたいなね。お前素晴らしいよ、こんなところに来て。さすがっていう風になったりとか。 It's clever of you to come here. ですね。ああ、ここに来るなんて賢いねってですね。クレバーは賢いというやつです。ちょっと、まあ、ずる賢いっていうニュアンスも入るんですけどね。そうマイナスの意味で使うこともあります。いろいろ人の性質だってわかんないじゃん。だ具体例で覚えた方がいいですよ、これね。Nice of you. You are nice. You are, you are stupid. You are wise. You are clever. って言える時なんです。でもこれが言えるってことを知ってなきゃわかんないじゃん。You are stupid. You are wise. You are clever. だこういうのを知っておいてください。だあとは、だこれで覚えると。 It's stupid of you to come here. It's wise of you to come here. It's clever of you to come here. って覚えてしまえばいいですね。これで o f と FO で悩む必要はないってわかる。わけですはい、他にもですね。It's rude of you to say such a thing. です、ね、そんなことを言うなんてなんて失礼だ。Rude っていうのが出てきたりもしますね。その時も o f です。だからここも YOUR a e RUD e っていう意味ですね。YOUR RUD to say such a thing. です、ね、そんなこと言うなんて失礼だ。あさっあ名詞とかね。こ出てきますからね。並べ替え問題とかでも重要ですね。It's rude of you to say such a thing. It's careless of you to say such a thing. ケアしてないですね。不注意的なやつですね。そんなこと言っちゃうなんて。お前ケアが足りてねえんじゃねえのっていうような時にも使ったりするわけですよ。えー、だわかんないです。この政権に対して。わわわわわわつってね、悪口言って。そんなこと言うなんて、おいおいバカだろうとかですね。はいはいはい、ダメだ,だよ。そんなこと言っちゃった。みたいな。こういった形で使ったりするわけですね。はい。こういうのが、it for to と it of to の違いになりますね。 今回ですね説明する文法用語ですねを説明しておきたいと思いますそう文法用語とかっていうのは一応説明してあげるって言いますね不定詞って何だ to 不定詞何なの to と不定詞これなんとなく覚えてるけどこんなんわかんないよって人いっぱいいますねそうですだから説明してあげますこれ一体何なんだね私のですね慶応大学英米文学専攻なんで 英語のね授業、英文法の授業とかもあったんですよ。一年間英文法の本当にね、みっちりというか、昔の古い文法書みたいなのをずっとやっていくて、ね、問題に答えて和訳してみたいなのがあったんですけど、大教師でやる授業なんですけど、そこの先生の専門が不定詞だったんですよ。その人がね、説明したんですよ。不定詞っていうのはこういう意味だよっていう風にね、説明したんです。 エンフェネティブっていうものなんだよ、こいつはっていうふうに言うわけですね。まあ、この名前なんか全然知らなくてもいいですよ。まあ、エンフィネット無限とかね、えー、そういうのは知った、聞いたことあるかもしれないんですが、インがま、否定ですね。で、フェネットっていうのが、まあ、確かにこれ終わりだよとか、はっきりさせるっていう意味ですね。じゃあ、finish, final. なんていうのをそう、ね、終わらせるっていう意味ですね。ほら、映画とかに出てくる FIN って、ほら、ファンってですね、フランス語ですね。フィンって書いてあるですね。あれ、終わりっていう意味ですね。ああいうのでも出てくるんですが、そう、はっきりでここで終わりですよっていうふうにはっきりさせるなんていうふうにも使う。だから、だから定義するとかね、ディファインとかって習うと思うんですけど、そうです。これはっきりさせるとかっていうものなんです。そう、これが、だから、定まってるってこういうことです。決まった形がないですっていう意味です、これ。だから、わかんないです。その先生がもう、 まあちょっとかなりのおじいちゃん先生だったんで、その1年間の授業の中で30回ぐらい言ったので、一応言っておきますね。これはですね、もともとはですね、否定詞っていう名前だったんですよ。でも、否定詞っていうと、否定語の否定とややこしいから、だから不定詞って名前で変わったんですよっていうのを30回は少なくとも言ってました。で、どういうことなんですか普通は B 動詞とかって、アムとか、アーとか、形変わりますね。 普通にプレイとかでもさ、プレイズってなったり、プレイドゥってなったり、まあ、ビートルシわずとかわとかさ、こういう風に形が変わるますね。そういう風にある場面において決まった形があるものっていうので、こういうのを だそうですこれを「定」というんだってある場面によって定まった形があるです、ね、しかし不定詞というものはいつでも原型同じである定まった形がないのである認証や時に左右されずそれにより定まった形がないのであるだから不定詞なのであるって言ってましたこれが不定詞っていう意味です。 形が変わんねえぞって意味です。同じ形の言葉だよってですね。常に同じ形で使うんだよって意味です。はい。これ文法用語の謎を解決しましたかあ。別に受験には何も関係ないんですよ。ただまあ、一応ね、このなんで不定詞って名前なのってね、疑問に思ってる人も多かったと思うので、説明しました。そのね、不定詞のことをずっと研究してた。お亡くなりになるまで研究してた方ですから、その人が嘘を言ってるとは私は思えないので、私はこういう風に習いました。はい。 この動画が良かったら、えー、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。